学校には2種類の子がいます。皆さんはその違いわかります？これだからチモジモのものは。やっぱりお金がたくさんある人生って楽しいんでしょうかね。悠々自適ってやつです。休み時間になったらこれしかないでしょ。あら、フレッシュジュース。高い値段の味がするわ。なあ、俺たちもあんな隠れが欲しいよな。お金出せないわよ。クリスマスの飾り付けをしましょう。すごく綺麗。ツリーも忘れずに。次のオーナメントを取って。はい、お嬢様どうぞ。これでいいわ。これでよし、もういいわよ。あー、素敵な飾り付けができたわ。自撮りしよう。さあ、クリスマスの飾り付けをしよう。ツリーは大事だよね。いいね、もう立派になったよ。他には何がいるかな。あー、そうだ、思いついた。靴下を使うんだよ。靴下をかけて飾りをつけたら完成。完璧だね。アルフレッド、おはようございます。30分で学校にお連れする車が参りますよ。そんな気分じゃないの。学校には行きたくないわ。承知いたしました。おはようございます。それでは授業を始めましょうか。いいわよ。今日は学校に行きたくないよ。なんですって？リュックはどこかなって言ったんだ。学校に持っていくものを揃えなきゃ。これのこと？スクールバスには遅れちゃダメよ。ありがとうママ。失礼します。バス用品お待ちしました。バス用品？待ってくれ、なんか忘れてるんじゃないか。そうでした、この子を忘れていました。いやあ、ヒルちゃん、君なしではお風呂は入れない。おい、そこのバス用品だぞ。何このタオル、ちっちゃ。これでどうやって体拭けって？まあ我慢するしかないか。シャワーが浴びれるだけでもよし。え、お湯出てこないんだけど。うわ、もう最悪。いや、くつろげるな。それからドリンクを俺好みに混ぜてやる。朝はこうやって過ごすつけないな。じゃあゆっくり浸かるとするか。あ、電話かけ直さなきゃ。もしもし、授業中だったからメッセージを見られなかったの。彼女いいスマホ持ってるじゃない。あと少し。えい、いやだ、スマホ盗まれたわ。今週2個目よ。新しい箱を開けなきゃいけないなんてムカつくわ。新品ってピカピカ光るわね。もう一つあるの？あるに決まってるでしょ、金持ちなんだから。信じられないよ。もしもし、元気？新しいスマホが手に入るぞ。見られないようにもうちょっと近づいて。
プロだから簡単よ。ははは、盗んでやる。ちょっと待って、何これ、こんな携帯ある？え、あるよ、返せ。返すわよ、こんな役立たずの携帯。本当にありがとう。機種変した方がいいと思うよ。あ、っていうか、私の一つあげるよ。ありがとう。いい一日よ。優しい泥棒だな。で、どうしたの？マジで？信じられないわ。それで？待って。うわ、いっぱい。で、なんて言ったの？マジかよ。ダメだよ、部屋に入っちゃダメだって。あ、電話か。やばい、壊れてませんように。それだけはやめてくれ。直ってくれ、お願いだ。もしもし、もしもし、もしもし。これはもう持ってるやつ。お手紙です、お嬢様。ご苦労様、下がって。それで何の手紙なの？何かの招待状ね。うん、パーティーか、いいわね。新しい洋服がいるわ。うん、こんなところかしら。あら、ベルベットが豪華だわね。でもちょっとフォーマルが過ぎる。これはどうかな。スパーキーすぎる。歩くミラーボールじゃないっつーの。うん、これはどう。結局はお気に入りの色だし。そうね、これに決めた。ティアラをお持ちしました、ベティ様。ピッカピカに磨いておきました。下がってよし。ベティって本当美人よね。パーティー今夜？どうしよう、汚れてない服あったっけ。持ってるもの全部カジュアルだな。うん、夜にふさわしい服ってないの？てかサイズも合わない。そもそもこれ何？どこかに何かあるでしょ。てか箱ばっかり、全部空っぽじゃん。くーそー、もうやだ、貧乏生活。うん、しかも痛いし。てかこれ使えるんじゃない？ほら、どいたどいた、パーティークイーンのお通りよ。わあ、すごいドレス。うお、静まれ俺の心臓。まあいいわ、楽しんでるかい、ベティ。ここソーダが美味しいんだ。うん、爽やかね。さあ、私のパーティーの始まりよ。超エキサイティング。おお、あのドレス見ろよ、クールだな。一体全体どういうこと？どこで買ったの、そのドレス。私も欲しい。なんか腹立つ。この雑誌読み飽きたな。うん、机の跡が気になるな。おい、メイドさん。Hello。 その汚れ拭いてくれ。もちろんです。
お部屋全体すぐにお掃除します。ほこり一つ残しませんので。おい囚人、部屋掃除の時間だ。せっかく雑誌読んでたのに。これちゃんと洗ってないじゃん。まあ始めるか、自分でやるしかないんだし。なんでこんなに汚いの？だから彼に言ってやったんだ。ジャガーじゃなくてフェラーリだって。あはは、面白い。おいしい。よし、それではポケットからこれを出して、ひざまずいて、指輪を買ったんだ。本当にすごく綺麗。指にはめて。はい、サイズもぴったりだね。すごく気に入ったわ。キスしてくれる？それで彼女、猫も犬も好きって言うんだよ。クリスマスの乾杯をしようよ。乾杯。よし、お菓子食べよっかな。このオニオンリング最高。ちょっと待てよ、すごいアイディアがあるぞ。どんなにしてるの？お嬢様、この指輪を。わあ、嬉しい。指につけていただけます？サイズはぴったりよ。そうだ、もっとつけてみようよ。こんなにいっぱいつけられたわ。はははすごい量だね。週の時間。こんにちは、いつもと同じよ。きれいにしてね。お座りください。最高のヘアスタイルにしてあげますよ。できました。お釣りはいらないわ。いつもありがとうございます。それじゃ。ママ、カットに行くお金くれよ。私が切ってあげるわよ。そうなの？座りなさい。ブラピみたいになるわよ。そうだといいけど。ちょっと、大丈夫？バリカンが詰まっちゃった。ちょっと待って。なんだこれ、頭に滑走路ができてるぞ。吸って吐いて、これでよし。ストレッチ。はあ、もうなんでいっつも床が汚れるんだ。二度と俺に逆らうなよ。ふう、ちょうどいいふかふか感。ウェイトリフティングが一番疲れる。てか筋肉だって買えばよくない？ダメダメ、もう少し右。こっち。いや、やっぱり元の場所。いやー、金持ちって気分がいいな。おい看守、こっち来てくれ。何かご用？ちょっと外に出てくれ、意味わかるだろ。どれどれ、なら外に出してあげようかしら。この生体認証でね。はい、どうぞご自由に。わっ、警報だ。ちょっと、私も牢屋に入れられたじゃないの。よし、誰もいない。私の腕の見せ所。
鍵の開け方は知ってるのよ。力加減がポイントね。何をしてるんだ。あ、どうも。いるとは知らなかったわ。よこして。あ、大失敗。じゃあ最後の脱獄計画だったのに、もう少しここで過ごすことになるのね。はあ、お誕生日おめでとう。ママありがとう。やったー、嬉しい。18歳になったからプレゼントは新しいスマホ。あー、欲しかったの。それとお揃いのパソコン。信じられない、ありがとう。まだよ、もう一つ。マーゾー、夢みたい。世界一のママ。お誕生日おめでとう。母さん、座って。おいしいケーキを選んだわ。ありがとう。今日は特別な日だからプレゼントがあるの。それ似合うわね。これもあげる。怖いな。地下鉄のカード。ああ、ありがとう。もちろんよ。人気者になるためには友達がいっぱいいなきゃね。僕の友達はイヤホンの中だよ。またデイビッドがジャズで乗ってる。ジャズって僕のおじいちゃんが聞く音楽だよ。これでやっちゃう。僕がやるよ。チョキンと切っちゃおう。何するんだよ。見返してやる。発泡スチロールを用意しましょう。これを丸みのある形にします。そして白で塗って上に穴を開けましょう。乾いたら空のケースに入れます。そうそう、さっきのイヤホンを用意して切ったのを穴に入れましょう。これでワイヤレスになりました。いいガジェットを持ってるのは人気者だけじゃないよ。なんであいつがワイヤレスを。耳に入れて踊っちゃおう。なんかかっこいいな。僕たちもジャズを聴いてみる。そこまでやることないよ。にゃーん、デビッド見て、こんなところに行けたらな。想像するだけで太陽を肌に感じられる気がする。お前大丈夫か、エイミー。何見てんの。この砂丘のこと考えてんのか。じゃあ連れてってやろうかな。エイミー、来いよ。わあ、どうやって砂漠まで行ったの。そこそこ、ちょっと砂巻いてみようか。わあ、マジリアル。近くまでズームすれば不可能も可能に。大成功。はあ、コマさん、ダイヤモンドを買ってくれなくてもよかったの。私の可愛い天使がクマさんと一緒に寝てるわ。
可愛いからお小遣いをあげましょう。きっと喜ぶわ。ぐっすり寝てね。ゆっくり昼寝てきたわ。クマさんありがとう。あ、お小遣いが来てるわ。おかにき大好きよ。最高、早く使いたいわ。診察って本当に綺麗よね。ママありがとう。お金を見たらまた眠くなったわ。ママ、ねえママ、元気？忙しいから話しかけないで。芝居の席をしてもダメよ。ちょっとここに座るよ。なに、ちょっとお金くれないかなって。なんでいつもお金がないの。わかったわよ、ちょっとあげるわ。お小遣いよ。やった、ありがとう。お金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 。え、なんだこれ。あっはっは、傑作だわ、お小遣いなんて。バイトすればいいでしょ。わかったよ。乾杯。マンキープレゼントよ。ほんと楽しいパーティーに招待してくれてありがとう。嬉しいわ。いいのよ、くつろいで。行けば。ブライアン大好きだよ。これプレゼント、じゃーん。マジかよ、ビリー・アイリッシュのサイン。みんなありがとう、大好きだぜ。もう飽きたわ。キャッチ。私めが捨てておきます。取れたてのイチゴでしょうね。執事はお掃除を終わらせる。どうかしら。やってるみたいね。ええ、必死こいて磨きまくってるわ。と、私がやるのはごめんよ。やったか、キッチンきれいになった。ついになった。ああ、皿洗い、そういや見てないな。どれくらいあるんだ。うわ、これエンドレスなやつだ。ってあれ、シャワーヘッドがない。てかこれ紙？おや、メッセージだ。うっそだろ、払ってないの。そうだ、見えなければ全てよし。俺って天才だよな。皿洗い完了。あっと、ボールが。まあ飽きたところだったし、いっか。おい、退屈だ。楽しませてくれ。ならこれをご覧あれ。それのどこが面白いんだ。ならこれならどうです。カラオケ大会何度も優勝したのよ。その声で、マジか。あ、それならダンスコンテスト優勝もしてます。おう、いいね、そういうのだよ。乗ってきたぞ。刑務所ってこんなに退屈なのね。そんなんじゃ勝てないわよ。また私の勝ち。刑務所でみんなトレーニングしてるのよね。ダンスの練習しようかな。全然退屈だわ。うん、ハエだ、嫌いだな。倒してやるわよ。地方の新聞もあるし。
え、なんで避けられたの？追いかけてやる。え、今度こそ仕留めてやる。よーく狙って。やった、倒した。うわ、なんで拾ったの？シェフ、料理を持ってきて。お嬢様、お持ちしました。お召し上がりください。氷大好きなのよ。一本だけのパスタ。オリーブオイルを煮詰めてパセリを一かけらかけました。いつも以上の仕事ね、シェフ。あら、ごめんなさい、チップを忘れたわ。私バカに。はい、どうぞ。お嬢様、これで十分です。さあ、お食事よ。なに、パスタ？ほら、どうぞ。こんにちは、僕にもください。この子たち、ひっきりなしに。これ何ですか？はい、召し上がり。早く動いて。私に世界クラスのシェフみたいな仕事をしろっての。こうなるんだよ。開けられないし。うまくいった。クライブ、どいてよね。はい。名前は？マンキー。認証。秘密の質問です。ブロムに誰と行きたいですか？デイビッドに決まってるでしょ。やっとだわ。あら、これ超かわいい。余裕で買えるじゃん。買い物リストがどこかにあったはず。どれどれ。よしと。お呼びで。新しいお買い物リストで。全部お洋服ですが、一体いくつお買い求めなんです？今日は休憩なしか。え、なんでもないです。これで足りる？さすがにこれだけでは。あら、そう？これなら全部いけるでしょ。待った、これだけ持ってって。その、どうも。ご苦労様。ショッピングって疲れるわ。お昼寝でもしようかしら。ちょい止まった。ついにこの日が来たのか。セールの日。この意味がわかるか。物が買える。お金貯めといたんだぜ。あれ、これっぽっち。探す場所間違えてんのかな。そりゃそうだ、ポケットには必ず幸運が。ここにもな。いや、ベイビー、ヤッホー。これなら何かは買えるだろう。うん、株価がまた上がったようだな。ならおやつにするとしよう。おい、来てくれ。
いつまで待たせるんだ。おやつをお持ちしました。紅茶も一緒に。どうぞお楽しみよ。ほら、おやつの時間だぞ。お水。あーどうも、めっちゃ美味しそうです。なんかないかな。そうだ、秘密のおやつストック。あーそうだ、全部食べたんだった。こっちにあったっけ。ない。靴になんか入ってない。あ、そうだ、壁にあったはず。ずっと取っといたティーバッグ、まだ3回しか使ってないから、これでお水も美味しくなるわ。古すぎるかな。まあ気にしたら負けね。うん、忘れるとこだった。半分のクッキー、全部食べるのはもったいないから、ちょっと割って食べるのよ。うん、満足満足。ああ、気分転換になったわ。そうだ、ティーバッグ元の場所に戻さないと。よしと、今度もまた紅茶が飲めるわ。あら元気。見て、これ何かしら。クリスマスパーティーだって楽しそう。パーティーのために新しい服を買わなきゃね。もうお金だらけで邪魔だわ。クレジットカードがいっぱいあってよかった。これとこれを買おう。これとこれとこれも。お買い物って大好き。パーティー用の新しい服がいるぞ。方法はただ一つ、信頼できるミシンを使うんだ。うん、布がいるな。ああ、これでいいか。これも使おう。ボビンを糸に巻いて強さを調節して、さあ縫うぞ。いいものができそう。もう誰か来てるかな。うわあ、素敵なワンピースだね。すごく綺麗だよ。ありがとう。あなたは面白い服ね。ありがとう、作ったんだ。そうでしょうね。